歴史ミステリーへようこそ。これは1960年の11月に起こった出来事。アメリカのオハイオ州上空を一機のセスナが旋回していると、前方から見慣れない飛行機が迫ってきた。当時すでに飛んでいないようなかなり古い機種で、木製の翼を持つレアードと呼ばれる飛行機でした。それはふらふらとセスナに近づいてきて正面衝突をしそうになりましたが、翼同士の接触程度でなんとか回避して無事に帰還することができました。その3ヶ月後、セスナのパイロットはあるニュースを耳にします。オハイオ州のロークレス村の古い小屋の中でなんと30年前のレアードが発見されたというものです。すぐさまこの飛行機を確かめに行くと、衝突しかけた飛行機と全く同じ機種で、翼部分にはお互いが交差した時にできた跡が残っていたのです。さらに詳しく調べると、翼の破損部分からはセスナの金属片が出てきました。この時点でもあの時の飛行機であることはほぼほぼ間違いない。でもさらに確信に迫る証拠も見つかったのです。なんと飛行機の中には日記帳が残されており、その日記に記された記録によると、1932年1月25日に見たこともない金属製の飛行機と空中で接触したと記録されていたのです。これこそまさにあの時遭遇した紛れもない証拠だったわけです。これはセスナ機が飛行中にタイムスリップして30年前に行き、そこであのレアード機と衝突しそうになってまた現代に戻ってきたのか、それともレアード機の方が30年後に行って帰ってきたのだろうか。どちらにせよ2つの時代の違う飛行機が1つの時代で遭遇したということだけは確かでしょうね。